22個のクーポルをいただく、鯉島の県栄聖堂。鯉島の木造協会建築群は、世界遺産。釘を全く使っていないことで知られる。旧聖主県栄大聖堂は、主の県栄祭りを記憶する、聖教会の大聖堂。県栄大聖堂、主の県栄大聖堂とも。大聖堂のみならず通常の度堂、修道院にも、 県境祭りを記憶する県境制度、県境教会、県境修道院は多数存在し、本記事の一覧でも扱う。主の県境祭りには、変容祭との別名もあり、この後も日本聖教会でよく用いられるが、聖堂の名にはもっぱら主の県境制度もしくは県、境制度との呼称が用いられる。ロシア語の呼称及び、ウクライナ語等の呼称から、 プレオブラジェンスキー大聖堂を、プレオブラジェンスカや教会などの訳もなされる。これは誤りではないものの、県栄祭りを記憶する大聖堂は、ロシア・ウクライナに限らず世界中の聖教会に存在するため、ロシア聖教会以外の大聖堂にこの表記を用いるのは適切ではない。また、日本聖教会では聖堂を寺院とは呼ばない。 メテオラで有名なメタモルフォシス修道院は、主の県境祭りを記憶する修道院であり、県境修道院もしくは、変容修道院の日本語訳が相当する。サンクトペテルブルクの旧世主権境大聖堂、ノボクズネツクの旧世主権境大聖堂地名の五十音順に並べる。ありがとうございます。